はい、どうも、ひでしたの、どうです。今日はですね、廃校機、コードレス丸の子 C3606DA、こちらを組み立てていきたいと思います。弊社でですね、こういった色を塗ったハウジングを販売しておりますので、こちらの動画を参考に組み立ててみてください。じゃあ、まずはこちら、分解したものですね。ある程度、この動画を参考に部品が揃っているかっていうのをですね、今一度ご確認ください。ハンドルを止めるネジが3本。あとは、刃を止める、このロックの部品ですね。バネとこの、部品。あとは、こちらがですね、この辺のモーター周りのネジを止める部品。ネジが6本ございますね。あとは、モーターのですね、ここを止めている4本のネジですね。それとですね、ここに止まるこちらのネジ。あとは、スイッチですね。それと、まあ、分解した状態で、まあ、線がつながったままであればこちらのモーターなどの一式。あとは、六角ボスバナ。この辺をご確認ください。はい。じゃあですね、順番に組み立てていきたいと思います。使うのはですね、ドライバー1本。これで結構です。はい、じゃあまずですね、確認したいところがあります。今ハンドルの部品が壊りますけれども、こちらの部品ですね、六角棒スパナがですね、こっちから入ってくる部品になるんですけれども、ここにですね、白い透明なあのシリコンゴムのようなもの、これが付いているっていうのを一度確認ください。まあ多分付いているかと思います。はい、でそして用意していただくのがですね、ハンドル持った時の右側の部分ですね、これをですね組んでいきます。で、こちらもついているかの確認がしてほしいんですけれども、ここのプラスチックがくっついててネジで止まっているか、ここまでご確認ください。じゃあまずやるのはですね、こちらのギアカバーですね。ここにですね、このハンドルをつけていきます。使うのはですね、この一番短いネジですね。これをここにはめてください。一本なんでしっかり止めてくださいね。で、次にやるのはですね、これ、コードが大量にあるんですけれども、ここにですね、こちらをうまいことはめていきます。こうですね、二つあって分かりにくいんですけれども、こう見ていただいて、ここに今、溝が深いのが分かりますかね。こちらの部品を主に組んでいきますね。で、こっちは置いといてもらって。今、こういう部品がですね、非常に外れやすいんで、そこを気をつけてください。まあ、ベアリングにくっついている、棒状のキャップなんですけれども、棒状のキャップがついて、こういった C のワッシャーで止まっている状態となります。分解した状態でもしかしたらこれが外れているかもしれませんので、組み立てる際には、これがついていることを確認してください。このようにして、ここにこう、溝が深いところが下にあって、こう入っていく感じですね。ですね、この、
今、ここから見て、まあ、この通りこう収めていくべきなんですけれども、だからまず黒いコードが入って、このネジを巻いたようなこの渦巻きみたいなネジ、コードが入って、で、白い線、ピンクの線という順番ですね。で、組んでいきたいと思います。まずは黒い線が、ここを通るのが分かりますかね。本来はですね、床に置いた状態でやってください。ちょっと今カメラの都合で空中でやってますけれども。で、次にですね、この渦を巻いたようなネジですね。このコードをこちらに入れてください。まあ、こういったものでですね、こう奥に追いやっていただくのがいいと思います。はい、ここまで大丈夫でしょうか。で、引き続き、こちらの配線がですね、細いので気をつけていただきながら奥までですね、はめていきます。分解したですね、ものでしたら、全部コードに癖がついてますんで、簡単に入るんじゃないかと思います。はい、こんな感じで収まっているのをご自分の手元でもご確認ください。で、この溝ですね、反対側にもついてますんで、このプラスチックボディにカチッと入ってますんで、ですね、動かないことを確認していただければ OK。あとは先ほどの防塵キャップ、あとはこのシーリングですね、これもくっついてることを確認してください。そしてですね、バラした状態であれば、ここにクッションという部品が入ってるか確認してください。今ですね、これは新しいハウジングを使ってますので、ついてません。こういった黒いゴムですね。ボディの色によっては緑かもしれません。これ向きがありますんで、逆だと入らないのでわかるかと思います。はい、こういった感じになってますでしょうか。じゃあ、続いて組んでいきたいと思います。今からですね、このハウジングをこうはめ込んでいくんですけれども、まあ、必ずコードを潰さないかなというところを確認ください。こういったとこですとか、こういった、今これからネジが止まる、こういった部分ですね。ここに配線を乗っけた時に潰さないように気をつけてください。で、こうですね。挟んでなければ、ぴったりもうはまります。ですね、挟まっているようだとこういうところに浮きが出てくるんですけれども、そういった場合は、まあ、一度開けていただいて、もう一回配線を見直し、元に戻してあげてください。じゃあですね、もうこの段階で、この4本を止めていきます。で、ビスがですね、ごっちゃになってわからない方、お気をつけください。似たネジがですね、2種類あるんですけれども、使うのはこの長い方のネジですね。これが4本手元にあるかと思いますんで、この4本を入れていきます。で、タッピングネジなんですけれども、このタッピングネジを、締める時のコツですね、注意しなくちゃいけない点なんですが、このプラスチックのボディに対して、こういったですね、タッピングネジを揉んでいきますよね。なので、必ず、これをですね、反対回しにしてください。反対回しにゆっくりしていくとですね、ある場面でこう、カツッとこう入る場所があるかと思います。もしかしたら気づかないかもしれないんですが、ある程度ですね、反対回しにすることによってから、入れるですね。これを癖つけてください。そうしないとですね、もともとこちらにタッピングの山が切れてるんですね。そこに同じ山が入ってけばいいんですけれども、そうじゃないとこにこのタッピングを揉んでしまうとですね、プラスチックの山を新しく作ることになって、ここがですね、ガバガバになってしまいます。なので、必ず逆回しをしてから入れていくっていう癖をつけると。
やってみてください。で、締めるときなんですが、まあ、この1本目で、ギュッと一発目で締めるんでなくですね、ある程度4本を均等に締めていただいた方がいいですね。車のホイールなんか止めるときと一緒ですね。必ず4本を均等に締めていくと。なので、今私は、全部軽く締めていきます。今私が使っているこのハウジングはですね、新品のハウジングを使っているので、このプラスチックに山が切れてないものを使っているんですよ。なので、まあ、さっきごめんなさいね、必ず逆回しにしてから入れていくと。で、今僕のは新品なので、山が切れてませんから、このまま入れても大丈夫。だから本当はこんなに硬くないんですよね。今新品に山切ってるんで硬いんですけれども。はい。で、他のところを増し締めしていくと。無事4本止まりますと、このようにですね、まあ、各所ぴったりいって配線がここから出ている状態となっているかと思います。はい、じゃあ引き続き組み立てていきます。ですね、こちらのまずバネ、これは広がってますんで、はめるときに飛んでいかないようにご注意ください。入れていただいて、ここに隙間があるんですけれども、こちらの刃をロックする部品ですね。これがここに入る。あとは、このレールに沿って動きますんで、まあ、動くかどうかを今一度確認すればいいかなと。はい、続きまして、こちらのですね、先ほど組み立てたモーター部分、これをですね、コードを下向きにしていただいて、このように差し込んでいきます。ここにベアリングがありますので、こうやってこじって入れるのではなく、まっすぐ入れるべきですね。まで入ったかなと。そして、忘れやすいこの部品ですね、この部品がですね、ここに入ります。こうですね、そして、4本この長いネジがあるんですけれども、もしかしたらですね、もう6本あるかもしれませんが、まあ、これ長さ全部一緒なんで大丈夫です。ここの6本を使って、ここ4箇所止めていきます。こちらのネジはですね、さっきのタッピングと違って、先端がまっすぐ切れているものになりますので、特に逆回転させることなく普通に締めていって結構です。で、先ほどと同じく、ここもですね、1本目でいきなり全部締めるのではなく、まあ、4本均等に力を入れて、締めていくのがベストですね。まあ、ベアリングありますから、こうグッて曲がってしまいますんで、必ず1本ずつまずは軽締めをして、軽く締めて、均等に締めていただくと。はい、ですね。で、できたかと思います。じゃあ、続きまして。
はい。じゃあ、伝送部品を組んでいきたいと思います。コードがごちゃごちゃしてややこしいんですけれども、まあ、ゆっくりやっていけばいけるかなと。まずですね、このピンク色の極太の配線は、この突起のですね、奥、この上ですね、ここの辺を通していきましょう。まだ後で微調整効くんで、ある程度大丈夫かなと思います。次にですね、ここに黒い線があるんですけれど、これもですね、気をつけながら、同じく、さっきのですね、ピンクと同じところをちょっと通してあげてください。ある程度この辺に置いとけば大丈夫です。そしたら、このバッテリーが挿す端子の部分ですね、これをここに差し込んどくのがいいですね。この状態で、この辺の黒い配線が上に逃げている状態になります。今ここに、スイッチの基板が来ますんで、この上に逃がしておきましょう。そしたらですね、この LED のライトにつながる部分、これもつないでしまって結構です。まあ、端子出てますんで、これ向きだけ気をつけてくださいね。向きだけ気をつけて、はめていただく。で、この基板ですね。これ、はまりますんで、はめてください。この辺がごちゃごちゃしてて、結構ややこしいかなと。この辺がですね、結構狭い、大丈夫かなっていう感じになるんですけれども、まあ、大丈夫かと思いますが、今一度この辺確認です。で、あとは、こういったところ、配線をですね、ここに溝が開いてるんですけれども、ぎゅーっと奥まで入れてあげるのがいいですね。蓋閉めた時に、こういうところに乗っかってますと、配線を潰してライトがつかないなんていうことがありますんで、必ず気をつけてやってみてください。ですね、ちゃんと収めた。で、ここも大丈夫。で、あとはですね、このままスイッチ周りを行きたいと思います。この辺は特に、パチパチっと、はめていく。はい、この辺までざっくり来れましたでしょうか。今、ここですね、配線が潰れそうなところがありますんで、ですね、映ってますかね。こういったところ、このままではぐちゃっと潰れてしまいますので、必ずこう、奥にこのようにですね、収めてあげるのがいいですね。はい、そうしましたら用意していただくのが今度ですね、このスイッチ周りの部品になるんですけれども、こっちはただのプラスチックですね。こっちにはこういったバネがついてますんで、飛んでいかないように、お気をつけください。ちょっとここにバネが収まるような隙間がありますね。ここにですね、同時にこれはめていくんですけど。まあ、この辺はなんとなくこうやってペルッと入るかと思います。はい。じゃあこの後ですね、もう、この、ハンドルの反対部分ですね、これを収めていきますので、今一度、配線を潰さないかっていうところを書く場所、チェックしてください。はい。じゃあ、この後組んでいくんですけれども、今一度ですね、まあ、ついてきていれば結構なんですけれども、ネジですね。あとここに、この長いネジが2本と、タッピングネジが3本残っている状態ですね。お手元にビスが余ってないでしょうか？どっか止め忘れてないかの、チェックですね、してみてください。じゃあ、はめていきます。気をつけるのはですね、ここの溝に、ちゃんとですね、ここの溝がまっすぐ入るかっていうのをチェックですね。あとは、今、僕と同じくですね、塗装しているものを組んでいるのであれば、その辺ですね、傷つけないようにまっすぐ優しく組んでみてください。
気をつけるのは、この溝ですね、ここがちゃんとまっすぐ入るかっていうのを見ていただきながら優しく入れていく。で、配線が挟まっていればどこかしら入らない場所があると思いますので、力を入れずに入れていくと。はい。で、今ですね、ここのスイッチの部分、ここもちゃんとはまってないですね、これをこううまいことですね、はめれば、はい、隙間なくいきました。この状態のまま、うまく持ち上げてもらって、各場所、浮きがないかっていうのを見てください。浮きがあれば配線が挟まっております。ご注意ください。じゃあですね、同じく、タッピング、3本止めていきます。タッピング止める場所は、ここと、ここと、ここ。で、先ほど説明しましたけれども、タッピングですので、必ずネジを一回、締める方向に力を入れてあげながら逆回しをします。逆回しをすると、ある箇所でですね、カツンと入る場所があるんですけれども、そのカツってなったところから締めていく。ですね。をやってください。新品のボディ使ってるんで、結構ですね、山を作るのっていうのは大変なんですよね。結構力を入れて締めてます。よし。ほとんどゴールが見えてきましたかね。あとは、この2本、これがですね、こちらと、あとは見えづらいんですけど、この奥ですね、ここ2本です。ここも均等に締めていきましょう。はい、じゃあもう、いよいよ大詰めですね。やっていくのは、じゃあこの六角棒スパナを所定の位置に戻します。ここにまっすぐ差し込んでいただくだけです。あとは、ちょっとさっき組み立てる際に深さ調整上げてたんで、元に戻す。あとは最後、ここですね。こういった、この字型の部品ですね。これを、はめるだけ。これはですね、どうしても、こういった部品ですので、傷ついてしまいますんで、パチッとはめて完了となりますね。やっていきます。こっちが長い爪なので、こっちを主体に、こうです。はめていきます。フックつけられている方は、これない状態でフックをこう、つける感じになるんですけれども、こうですね。簡単でしたかね。以上になります。今一度最終チェックなんですけれども、まず電源を入れる前に必ずですね、この刃のロックの部分がこう動くかどうかを確認ください。もしチェックするでしたら、押した状態のまま、刃をですね、こう回していただくと、ある一定の場所ですね、これ今押しながら刃を回していきます。ある場所でこうクッと入ります。これがですね、モーターロックになるんですけれども、回していくとパチッと入るんですが、戻せば戻ると。これが動くかっていうのを確認してください。これしないとですね、万が一このまま挟まった状態のまんまですと、モーター回した時にガラガラガラと
壊れてしまうことになります。必ずですね。で、あとは、まあ、今一度ですね、こういった配線大丈夫かなっていうのを見ていただいて、最後、バッテリーを挿していただいて、動作チェックをするという感じですね。以上となります。今一度、廃光器、コードレス丸ノコ C3606DA、こちらのですね、組み立ての動画でございました。お付き合いありがとうございます。